まずアントラーズゴールキーパー曽我畑です。ディフェンスは右から内田、青木、岩政、ビコスコッセスの中出場、左サイドバックは荒岩です。野沢が先日から復帰していますが、今日はどうやら中吾とのダブルボランチ、攻撃的に右に本山、左にダリーノ、フォワードはマルキーニョスと2試合連続ゴールだった柳沢が足の骨折で、今日は興梠慎三が今シーズン初スタメンです。一方の浦和レッズです。現在4位、ゴールキーパー鈴木、ディフェンスはここ最近4バックも採用していますが、今日は3バックでしょうか、坪井、トゥーリオ、堀之内です。ダブルボランチは鈴木啓太と阿部勇樹、右に山田、左に小野、トップ下長谷部の予想、フォワードはポンテと永井です。ワシントンは怪我ではないそうですが、チーム事情で今日はスタメンを外れました。さて今日ピッチカーの解説はアントラーズの魂本田英壽さんです。本田さん、はい、まずすごい雰囲気ですけれども、アントラーズにとっては2連勝いい状況で戻ってきましたね。あのチーム状態良くなってますね、はい。今日は浦和との試合ですが、今日の試合の重要性というのは、はい、本田さんはどのように感じてますか。あのやはり連勝できてますんで、やはり上位のチームというのはね、あの勝つことによって勝ち点3、直接対決でパス勝つことによってやっぱり優勝というのが、ね、見えてきますので、重要な試合だと思います。そんな中今日のゲーム、本田さんが期待するあるいは注目する選手というのは。はい、野沢選手です。野沢選手はあのチームにあのリズムをもたらす選手ですね。あの今日はあのボランチですけど、あのいかにあのペナルティエリア付近で仕事ができるかが鍵になると思います。はい、その野沢選手に昨日本田さんがインタビューをされたそうですが、そうですね、ではそのまずインタビューをご覧いただきましょうか。はい、今までやっぱりダイヤモンドの右側になってて、今ディフェンスもして前も行ってっていうのを繰り返してましたが、今回やっぱりダブルボランチにして、やっぱりそこからチャンスがあれば自分も飛び出していくっていうイメージでやってます。オリベイラ監督は本田さん、今日はダブルボランチで野沢選手を起用するようなんですが、これはどんな意図と考えられますか。そうですね、あの前節清水戦ですごくあのリズムが良かったですね、連動性があり、そういう意味ではあの攻撃のスタートをやっぱりそこからさせる、できるっていう選手が野沢だと思うので、その辺の意図があると思います。では本田さん、試合中はピッチ目線からよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まもなく選手が入場してまいります。紙吹雪がこの春の風に舞って、綺麗なこの県立鹿島サッカースタジアム、今日はスタジアム全体が真っ赤に染まりました。今日は当日券の販売がなかったそうです。全てですから前売り券が全部売り切れてしまった。鹿島サッカースタジアムが4万人規模に改修された2001年以降、こういったケースは今日が5回目です。それだけ今日は両チームのサポーターが注目する一戦です。復帰の野沢、笑顔で久々のこの鹿島スタジアムのピッチです。過去2戦はアウェーゲームで復帰戦、今日はいよいよこのホームのサポーターの前でのゲームです。さてその鹿島アントラーズですが、ジョーさん、はい、ここ最近の成績をちょっとご覧いただきたいと思いますけれども、はい、ナビスコアップ含めて3連勝と乗ってきましたね。そうですね、非常にこうチーム状態はね、今かなり波に乗ってますので、そういう部分では、まあ、ホームですから、まあ、なんとしてでもですね、やっぱり連勝をこれから伸ばしていきたいというところでしょうね。ただ気になるのは柳沢選手がこの2試合貢献してたんですけれども、はい、今日いなくなってしまいました。そうですね、非常にこうチームにとってはね、かなり痛手だと思いますけども、またでも新たにですね、小野選手とかそういう、まあ、新たな選手がチャンスをやっぱり使いますので、はい、そういう部分では、まあ、活躍してくれるんじゃないかなと期待しています。一方今日対戦相手の浦和レッズ、現在は4位、とにかく先日のフロンターレ戦はこれはホームでの1年半ぶりの負けということで、かなりニュースにもなりましたけど。そうですね、まあ、やはりこう ACL もありまして、非常にこうタイトなスケジュールなので、そういう部分では選手にかかる疲労ですね、そういう部分がやっぱり少しずつ今出てきているのかなと。チーム状況はまあ本当にこうそういう部分で体調を整えるだけでやっぱり精一杯じゃないかなと思いますね。つい4日ほど前、週の真ん中にも中国まで行って上海神話と ACL 第4節を戦いました。浦和レッズ、かなりタイトな日程で今日の試合を迎えています。
では両チームの試合目の状況を今日のリポーター高木美鈴さんに伝えてもらいたいと思います。高木さん、はい、両チームの指揮官にお話を伺いましたところ、まずアントラーズオリベイラ監督なんですが、今日は今までの連勝が単なる勢いではなく本物であることを証明する絶好のチャンスだと言っていまして、このゲームでチームが成長したところを出せればいい結果になるだろうと言っていました、はい、一方の浦和レッズオジェク監督なんですが、アントラーズは昔からやりづらい相手でいいチームだと思う、前線の速い攻撃に注意しながら戦いたいと話していました。という今試合前の話がありましたが、レッズサイドからすると、まあ、相性はここ最近は実はアントラーズに対してはいいんですけれども、うん、前線の選手にちょっと注意したい。そうですね、やはりこう速い選手がいますので、まあ、そういう部分ではしっかりとしたディフェンス、そこからやっぱり攻撃を考えてますね、まあ、ただアントラーズも柳沢選手怪我で今日欠場なんですけども、レッツも今日はワシントンいない中の戦いということで、レッツも実はフォワードに関してはですね、はい、ちょっとこう戦力的に落ちたような印象も今日はありますね。そうですね、ワシントン選手を中心ですね、やっぱり浦和攻撃してましたので、まあ、そういう意味ではちょっと痛手にはなりますけども、でもまあ永井選手もですね、まあ、今日はスタメンに入ってきてますので、そういう部分ではまあスピードで、またポンテ選手の技術、この辺りがやっぱり絡んでくるとやっぱり怖い攻撃になると思いますね。ホームの鹿島アントラーズはもちろん赤のユニフォーム、レッズは今日は白いユニフォームです。大型連休の始まり、サポーターの気分も高鳴る中、今シーズン初めての赤と赤の激突、スタジアム全体をもう真っ赤に染まっています。アントラーズにとってはこれから上位に行く重要な試合、今キックオフです。ほとんどこの歓声でホイッスルが聞こえない中ゲーム始まりました。まずは右サイド山田信久、やはり今日は3バックのようですね。そうですね、まあ、トゥーリオ中心ですね、3バックなので、まあ、こういったところの間を取ってくるか、アントラーズがやっぱりこう攻撃を楽しみに注目してみたいと思いますね、はい、インターセプトしました。サイドバックアライバです。アライバ上がっていきます。ゴール前マルキーニョス、戻してダニーロ、右サイドバックは先日 A 代表のガシピの参加内田篤人、そしてまたマルキーニョスです。戻して中央に元山から左サイド、まずはアントラーズが攻め込む立ち上がりになっています。ものすごい紙吹雪が今はこの待っているこのピッチ上、ダニーロ1ライン戻します。インターセプトは山田、そしてトゥーリオ、前線まだレッツは相手ゾーンが入りませんが、ここでボールキープ、トゥーリオ仕掛けていきます。前の長家戻してシュート、小野伸二、こぼれ球はまだ小野伸二が取りに行きます。小野伸二から左へ送ります。長谷部ちょっと引っかかりました。内田に当たっていました。内田から縦前のマルキーニョス、しかしここは復帰したトゥーリオです。4番のセンターバックトゥーリオは先日の ACL 上海シューマのアウェー戦から復帰しています。右太ももを先日まで痛めていました。左サイドに長谷部が入っているような展開の中盤です。今日のレフェリーをご紹介します。今日は主審が荻谷健二さん、副審が凪俊之さんと唐木田哲さん、第4の審判が砂川圭一さんです。内田が一度戻します。先日清水戦で尾骨骨折の岩政、ベースガードをしています。トゥーリオ高さ、そしてこれをただ拾うのが荒岩です。真っ白でちょっとボールとこの白い紙吹雪が混じってしまいましたが、真ん中で野沢のところで今ファールがありました。立ち上がりまずアントラーズがレッズゾーンに攻め込んでいますが、この紙吹雪なんか選手たち大丈夫ですかね。そうですね、ちょっとこうボールがね見えなくなったりするんですけども、さあこれからキック、レッズが攻め込む方に対して紙吹雪がかなりあります。最終ラインで青木、そしてここにダニーロがいます。ダニーロが一旦収めます。ダニーロ前を向く、ダニーロから元山に今すごいが、失礼、小野伸二が行きました。小野伸二はここ最近割合左も多かったんですが、今日はピッチの真ん中付近で長谷部が左のようなそんな印象です。後ほどまた改めて確認していきたいと思いますが、まずフリーキックのチャンスです。これ最初のセットプレーですからね、まあ、両チームともやっぱりここはしっかり集中しないとですね、はい、まあ、アントラーズは絶好のチャンスだと思いますね。戻ってきてからセットプレーは全て野沢が蹴っています。開幕前に膝を故
称したこの野沢のキック、ニアに来るパンチング、拾いに行くのはロブソン・ポンテ。ポンテと今は16番の中国のちょっとマッチアップというか争いになりましたが、ボールは一旦フーガーが止まっています。いや今のセットプレーもですね、非常にこういいボールが入って、まあ、若干ですけどね、山田選手ですか、まあ、ちょっと合いませんでしたけど、ちょっとフリーにさせてましたね、はい、そういう部分では、まあ、裏もしっかりとマークをついてないと、まあ、やっぱりゴールに関わるやっぱりこう重大なやっぱりものになると思いますね、加藤さん、はい、復帰3試合目となります野澤選手なんですけれども、本人によりますとまだ繊細なボールタッチがいまいちと、イメージ通りにいかないとちょっと不満そうだったんですけれども、試合ごとに良くなっているので今日は交代させられないように頑張りたいと思いますと言っていました、はい、まだフル出場は野澤自身はありません。今右から仕掛けようとしましたが、またフリーキックのチャンスは浦和レッズです。この野沢が久々のこのホームスタジアムでの出場になります。まだアントラーズはですからリーグ戦ホームでは今シーズンは勝ち星がありません。さあフリーキックレッズ、はい、飛び込んでくる、トゥーリオの手前でクリアします。これを本山が取りに行きます。本山のキックはハイボール、マルキーニョスがその手前で長谷部、一度内田、さらに前に、あ、これはうまく取りました。ポンテが下がった位置でボールを今取りました。そしてキーパーの鈴木へ、長いボール、流れで今トゥーリオ上がっていましたが、トゥーリオをめがけたボールです。スローインは小野伸二、矢野からトゥーリオです。そしてマルキーノスカットに行ったが今ファール、リスタートはちょっと位置を直されるのか。さてピッチ解説の本田さんにも聞いてみたいと思いますが、本田さん、まずこの立ち合いの5分くらいはいかがでしょうか。はい、まあ、お互いすごく集中してますよね、あのやはりプレスが早いですね両方、はい、まだですからなかなかお互いに攻撃になりませんね。そうですね、フリーキックは浦和レッズ、小野伸二から今ポンテにちょっと預ける形です。ポンテ当たったのは本山、そしてマルキンですがそのまま取ります。前に今ダニーノも走ってきましたが、そのまま中央で野沢です。さあ野沢、左のダニーノへボールが出た、大歓声の中でダニーノシュート、鈴木がセーブしました。いや今ビッグチャンスだったんですけどもね、中盤で速いプレス、そこから速攻だったんですけどもね、はい、今のは決めたかったですね。サイドからアライバ、クロスが入ります。マキーノス、ゴーライン割りました。先ほどは野沢、まずアントラーズがジョーさん1つこの形の攻撃、興梠が今出てきました。うん、そうですね、まあ、トラップをした瞬間にですねちょっと前にボールが出てしまったんですね、まあ、それを、まあ、鈴木選手がしっかりとですねコースに入って、まあ、キーパーのタイミングで止めましたので、そういう意味では、まあ、最初のファーストタッチがうまくいくと、まあ、ゴールまで直結したと思いますね、はい。まずは今シーズン初スタメンというコオロギのシュート、この野沢も一ついい形で絡んでいきました。コオロギ選手もやっぱりこう初スタメンでこれだけの観衆の中でですねやっぱりやる精神力っていうのは非常にね、まあ、大変なものがあるんですよね、加藤さん、はい、そのコオロギ選手なんですけれども初スタメンということもあるんですが、さらに今日はですねお母様の誕生日だということ で、 そうですか、 かなり気合い入ってまして、お母さんにプレゼントするゴールのイメージはもうすでにできているということです、はい、まだ20歳という若いコオロギですが、昨シーズンも試合に多く出てはいました。ただまだ実は J リーグリーグ戦では得点がありません。最終ラインに戻します。トゥーリオ、そして堀之内、スリーバックはトゥーリオを中心に右に堀之内、左に坪井です。堀之内持っていきます。一度センターに預けて阿部勇樹です。阿部は本来のポジションにまた戻っています。ここは最近は4バックで左サイドバックでした。最終ラインのトゥーリオ、長いボール前に走っていく、こぼえ球ポンテから拾って山田のミスター、山田マイナスに戻して鈴木啓太、左へ送ります。ここに今小野伸二、
小野伸二がどうする、クロスは当たった、内田に当たってタッチを割ります。浦和レッズはなかなかまだ早い攻めにはなりません。長谷部がタッチ、そしてまた小野伸二、小野伸二にダリーのあたりをプレッシャーかけに行った、失礼、本山あたりがプレッシャーかけに行きました。またスローインです。お互いに立ち上がり集中しています。うん、走っていきます。鈴木啓太が問いに来ました。すごい、スローインは興梠慎三です。お互いになかなか攻撃の形というところまでいきません。一度でアントラーズが早い中盤から野沢あたりを絡めていい攻撃を見せましたが、そうですね、両チームともやっぱり第一プレッシャーがものすごい早いので、そういう部分ではなかなかうまくですねボールはつなげませんし、まあ、やっぱりゴールまで行く形っていうのはねなかなかうまく作れないでしょうね、はい、こういう場合は選手たちはどんなことをまず考えるものですか。そうですね、まず慌てずにですね相手の動きをしっかり見る、そして、まあ、一瞬の隙をついてですね、やっぱりゴールまで行くということが大事でしょうね、はい、逆にピッチ解説の本田さん、はい、本田さんのようなポジションの選手ですとどう考えますか。あのやはり無理をしないことですよ。バランス、僕がボランチだったらやっぱバランスを見る、あのやはり攻撃的な選手と組んでるんで今日は野沢選手と、はい、やはり中古選手だとすればバランスを中心に意識しますけどね、はい、前で今コーロビンのところボールをカットに行ったトゥーリオ、そして小野伸二、小野伸二に元山が来ますがここは最後にファウルになっていました。小野伸二が技術で一瞬かわそうとしましたがそこの時点でファウルになりました。立ち上がり前半は10分です。こちらオズワルド・オリベイラ監督、ここ2試合だいぶチームを上向き、選手たちは勝った意味を実感していると思う、そう語ったのは先日の清水戦です。エスパルスにアントラーズは、まあ、エスパルスも勢いのあったチームですがその上位チームに勝ちましたアントラーズ、現在は順位的には10位にまで上がってきました。今日レッズに勝つことによっていわゆるこの上位のグループに入ることが可能です。レッズにとっても連敗は避けなければいけないという今日のゲーム。さあスローイン、中では長井あたりも待っている姿、ニアに長井います。その長井がニアの方に動いていく、スローインを受けに行った長井、バックヘッドを反らして小野の手前だ、こぼれたボール長谷部、もう小野か、いやシュートは10番ポンテでしたがオフサイドフラッグです。長谷部からのパス、ポンテがいましたがオフサイドフラッグが上がりました。今日はワシントンがいません。いやこの場面でも壁がやっぱり3枚いますからね、しっかりシュートコースに入ってますね、はい、前で今コーロキ取りました。そしてダニードワンタッチ、さらに本山、本山のパス、さあ裏に抜け出すか、コーロキ、コーロキ甘くパスか、上乗っていないか、コーロキまだいくか、ブルーが鳴っていたようです。最初のプレーのところでもう鳴っていました。盛んに今レフェリーの小木屋さんもう一度思い切り笛を吹きましたがほとんどこの大歓声で聞こえません。今のこのプレーはそうですね、裏に飛び出してですね、まあ、やっぱり彼のスピードを生かそうと思ったんですけども、まあ、ちょっと手がかかりましたね、はい、まあ、そこでファウルを取られたんでしょう。お互いにまだらしい攻撃を完全には見せることができません。アントラーズとレッツ、さあ前長いですが、いやまだ失っていませんが、ちょっと引っかかりました。アライバのキック、長いボール、これはトゥーリオが戻っていきます。ヘディングでバックパス、鈴木からまた右へ送っていきます。レッツは先日フロンターレに1対2で敗れました。ホームでの無敗記録が25でストップ。そんな中迎えた今日のゲーム、ただレッツもその敗れる前までは負けなしという状況ではあったんですが、決してこう万全のチーム状況でずっと負けなしというわけではありませんでした。さあ前でマルキーニョス、大島に行ったコルキー、ペナルティーエリアライダーが流しています。上はありません。今のはですねマルキーニョスから起点ですね、その裏を
しっかりとフォワードのバランスを取ってですね、裏を狙ってますので、こういうプレーが大事ですね。どん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 やっぱりこう相手のディフェンスをかき回すという動きですね。そうするとチャンスがやっぱりいっぱい増えますよ。レッツの今シーズンのここまでの状況に関してはジョーさんはどのように見ますか？そうですね、まあ、やはりこういろんなタイトなスケジュールですけども、しっかりと、まあ、王者の風格をですね、出しながらですね、まあ、自分たちのやりたいサッカー、そういうことが少しずつできてますので、はい、まあ、やっぱりあとはやっぱりコンディションの問題じゃないかなと思いますね。小野伸二から右サイドボールが出ていきます。仕掛けられるか、右サイドを切り裂こうとしましたが、ここはまたダニーロ、ダニーロに中盤プレッシャーに行きました。そしてボールをかっさらって長谷部、長谷部ミロールやった、前にいた小野伸二にちょっと当たったか。長谷部もつい先日あたりから怪我から戻ってきている。とにかくチームの指導と同時に一旦膝を怪我してしまって長いリハビリ期間がありました。オジェク監督、その長谷部を復帰してもうすぐ使っています。さあコンテ、これも流れています。笛は鳴っていません。アライバーそのまま行く、アライバーそのまま行く、前に本山がいるが、あっと今突っかかった、トゥーリオに引っかかる。しかしまだもう一度ダニーロ、トゥーリオ粘った、さらに今度は長谷部ですが、長谷部が一旦ボールを出します。いやー、この辺り両チーム本当に気持ちが出てますよね。嬉しいプレーですよ、はい、お互いにまだ前半この3分の1、前半15分が経過しましたが、なかなか自分たちのリズムに持っていくことができません。今ピッチの前の方に出て指示を送ったのはこのオジェク監督。加藤さん、ポンテ選手にですね、いろいろ指示を大きな声でジェスチャー付きでやっています。はい、前のポンテ、まあ、ポンテ一応フォワード今日登録になってますが、決して前にずっといる感じでもないですかね。そうですね、まあ、今の指示をちょっと聞くとですね、まあ、ちょっともっと前にいろと。そうなんですか、はい、そういう指示でしたね。ちょっといつものようなポジションに行き過ぎということなんでしょうか。野沢が一度下げます。そしてフェースガードをつけているビコキ卒業中の山沙、前の興梠、ここは奪いました。坪井です。坪井と今は興梠のマッチアップでした。そしてサイドから小野伸二、ショートパスはつながりません。2人が挟み込みました。一旦当たってタッチ割っています。アントラーズ本山選手もですね、もう第一プレッシャーがすごいですね。ものすごい速いですよ。とりわけアントラーズはこのそのプレッシャーという意味では、まあ、負けている間も決してこう弱いプレッシャーというよりはむしろ結構厳しいプレッシャーを今シーズンはかけています。清水戦も後半特にそのプレッシャーがものを言っていました。山田伸久、山田仕掛けてマッチアップアライバルスが一旦右の永井へ、永井ゴール前に阿部なの待っています。永井クロス、宮にこぼれるか、阿部勇樹走り込みましたがその後がキャッチしています。加藤さん、はい、永井選手なんですけれども、広報の方によりますと、もうすでに練習に合流してまして、何の支障もなく強行出場ではないということです。はい、左足の太もも肉離れをして、まあ、先日 ACL は欠場していました永井です。2日前の練習あたりから戻ってきます。クロスはここはトゥーリオン、トゥーリオンが相模ディフェンス面目立っています。内田篤人、今度はハイボールを上げてきた、ベリング、山田、これを拾いに行くのはダニーロです。タッチが抑えます。さらに中後あたりも近くにサポートできます。あ、中後と今連携プレーを見せようとしたダニーロでしたが、ボールはゴールに割っていきます。ゴールキックに変わります。最近のアントラーズを見るとやはりですね、外国籍の、ね、ダニーロ、まあ、あとはこうマルキューネスですね、まあ、ちょっとまだコンビネーション的にですね、ちょっと問題があるのかなと。もう少しこうお互いにですね、コミュニケーションを取ったりですね、まあ、もうちょっと試合を重ねていくごとにもう少しこう良くなるんじゃないかなと。連携力はちょっとまだ欠けてますね、はい、そのあたりは本田さんもある程度同じ意見ですか？そうですね、まあ、よくはなってますけど、まだまだかなってところはありますね、うん、まあ、野沢が入ったことによって全然今リズムが変わってますけどね、はい、むしろチーム状況良くなったのは野沢が入ったおかげというか。そうですね、さあボランチの中古から逃げ展開、内田篤人、まだ若いこの内田篤人19歳、
日本代表候補にも選ばれました。そしてセンターには岩政。岩政と青木のセンターバックは先日のエスパンセンと同じです。先日ファボーン選手が右太ももをちょっと付け根痛めました。岩政ちょっと今は前に遅れません。ブーイングがレッズサポーターから起きています。アライバ大きな展開で右に内田篤へうまく通ります。さあゴール前マルキーヌスターが入っている。後ろから追い越した野沢、その野沢へ一旦送ります。野沢から興梠、野沢と野沢にはポンテがいた。そして今度はそのサポートは鈴木啓太でしたが、さらに今度スライディングで本山ですね。アントラーズの方はですね、両サイドを大きく使って、でサイドを崩そうとしてますね。まあ、非常にこういい展開になってきてますよ。スローインは小野伸二です。浦和レッズ、ポンテ、ポンテにもプレッシャーかかっていますが、ここは長谷部から、いや今ヘッディングは内田、中央でダニーロ、そして本山、本山の髪も少しずつまた伸びてきました。あの負けが込んでいるときに一旦髪の毛を丸刈りにしました。洗い場、そして中後へ、中後が左サイドに来て、その前の方にはダニーノがいますが、一旦これは右サイド、ちょっとアントラーズのボール支配の時間は長くなってまいりました。流れが変わってくるのかどうか。この前半19分、マルキーノスにはプレッシャーはつぼいでした。さらには小野伸二、小野伸二持っていく前で長井の動きもありが、一度センターへ送る。鈴木啓太から戻して堀之内、そして山田の大きさへ、山田からまた鈴木啓太、鈴木から今阿部勇樹、この辺り日本代表のトライアングル、さらには堀之内から、さあ今度はレッズのボールキープ、トゥーリオです。ポンテ、ポンテ、ポンテには本山、ポンテ、トゥーリオ、ちょっとゆっくりとした感じの攻撃に当たってます。長谷部、そして最終ライン戻して、ここは鈴木、これは今どんな状況なんですか。そうですね、これは両チームともですね、なかなかこうスペースがない、それだけ両チームともバランスがいいんですね、はい、さあここ山田が切り裂く、山田、山田、ここは洗います。最後はホイが鳴った、アライバーイエローカード引っ張ったという判定。ペナルティーエリアの今手前ですかね。そうですね、手前ですね。山田の仕掛けにアライバー対応していきましたが、最後は引っ張って倒しました。イエローカード、このシーンです。際どくアントラーズにしてみればペナルティーエリアの手前でした。さあレッツはチャンス、フリーキックは小野ならばゴールに向かってくるキックですが、ポンテと小野、さあどうするか。ポンテかニアリ、トゥーリオの足元、笛がまだ鳴ってませんでしたね。そうですか、もう一度、やり直し。今はちょっと足元へのボールだったんですか。そうですね、ちょっとこう変則的にですね、裏をかいた今セットプレーでしたけど、はい、また今度変えてくるんじゃないでしょうかね。ヘディングの強い選手ももちろん大勢いるレッズですが、さあ今度はどうか。ポンテがもう一度蹴るような感じではありますが、今度は浮かせた、ファーに来る、トゥーリオ、まだ上がっている、トゥーリオ、ホリ、長谷部、マルキーノスが来ます。先日はフルスト、シルストの対決があったマルキーノス、さあ内側のところでボールをカットに行ったら坪井です。坪井が一度落ち着けます。そしてトゥーリオ、そのまま上がっています。さらにはポンテ、ポンテからのパス、トラップして山田、クロス入っていった、トゥーリオ、トゥーリオが今日は攻守に目立っていますが、まあ、このクロスに対するヘディング、あーそこアントラーズの本山選手です。本山が倒れています。鈴木
啓太選手とですね、ちょっとヘディングで接触があったんですけども、はい、大丈夫そうですね、これ以上の怪我人は出したくありません。野沢が戻ってきたと思ったら今度は柳沢が怪我人で出て行ってしまいました。左足の第5中足骨を骨折した柳沢は実に3ヶ月前半戦はちょっと厳しくなりました。加藤さん、はい、その柳沢選手について青木選手が言ってたんですが、柳沢キャプテンの気持ちはどこにいても僕たちに通じているので、結果を出して柳さんの悔しさを晴らしたいと言っていました。とりわけ好調で2試合連続この2連勝の立役者ともなっていた柳沢、今日は一番この左側、今ちょうど中央に移りましたが、チーム状況をとりあえず憂える、現在のこの今年からキャプテン選手会長になりました柳沢です。阿部勇樹一度戻します。一方のレッツはワシントン今日欠場ですが怪我ではないそうです。田中達也はもう復帰はしていますが、ただまだゲームも出ていません。前の長谷部、これなかなかまだ落ち着かない展開が続きます。小野伸二、あっとこうモデルプレッシャーですがファウルになってまたレッズボールになります。レッズのこのセットプレーのチャンスはジョーさん増えてきてますね。そうですね、まあ、レッズセットプレー多くなってきてるんですけども、まあでもやっぱりしっかりとですねアントラーズがマークをしてますので、はい、そういう部分ではなかなかね難しいんでしょうね。キッカーは小野伸二です。遠く回り込んでくる、今もまたトゥーリを狙っていきました。外の方で山田も走っていましたが、前半は25分ちょうど経過です。お互いにリズムの綱引きという状況です。速いボール、ヘディングしたガニーロ、こぼれ球長谷部、またトゥーリオが前にいましたが後ろから一つを狙っている。ここは曽畑落ち着いて、落ち着いてキック前につなげて、マルキーニョス後ろにはすぐ坪井がいますが、さあ今度はチャンスになる。野沢だ、野沢シュート、続きキャッチしています。今一つアントラーズの速攻、さらにまだ続くのかウチラーズの今このシーンは粘って、このマルキーニョスの懸命なプレーから野沢が行きました。アントラーズはやっぱりこういう速い攻撃ですね、そういうものをやっぱり随時出していくとチャンスがありますね。お互いのシュート、本田さん、はい、アントラーズはどうなんですか、リズムは出てくるんでしょうか。収まるところが欲しいですね、キープできたり、はい、収まりどころが今ちょっと両チームに言えることなんですけど、まだなかなかできてないですよね。そのそれぞれの収まるキーマンというとアントラーズ、列それぞれ挙げていただくと、やはりアントラーズは野沢でしょうね、浦和は小野伸二でしょうね、その2人がまだお互いに今ボールを持ったらこれは鈴木啓太、そしてそのここから長い位置を預けます、鈴木啓太、さらに山田の後さ、山田から10番ボッテがちょっと下がった位置に依然います。トゥーリオです。大きな展開、逆サイドへ長谷部、トラップして内田、さらには岩政、野沢、ここでチェックに行ったのが小野伸二、そして奪い取って長谷部、さらにポンテ、ちょっと重なった、まだ長谷部持つ、長谷部からボールが小野に出ましたが、いや小野ではないです、山田に出ましたが、右サイドにですね、展開をしていこうと思ったんですけども、相手の裏をかいてですね、まあ、真ん中の長い選手を狙ったというね、まあ、こういう形もやっぱり必要でしょうね。激しいプレッシャーの中のゲームになっているこの鹿島アントラーズと浦和レッズ、
レッズはもちろん優勝争いのためには連敗は避けなければいけません。アントラーズはこの J1 さらに大混戦にする意味でも今日勝つと非常に、ま、名乗り上げていくという形。ヤマサ、野沢の、失礼、コオロギの手前へ、トゥーリオ前の長井へ、しかし青木、ボールはレッズボールです。青木がここ最近ファボンに代わって2試合連続センターバック。コンテから今クリアします。山田、トゥーリオ、坪井、プレッシャーに前線の選手もかけに行きます。ここはコールキャネルタ、しかし坪井全く失いません、動じません。トゥーリオから、ヘディングに行ったのは小野伸二ですが、ここはまたアントラーズが拾っています。岩政、野沢、この下がった位置からさらには内田、まだ組み立てる感じにはなりません。中吾、洗い場、守って中盤の底に野沢です。そして青木、内田、ダニーロがサイドパス、野沢ミドル、壁に当たっていました。もう一度野沢、左に洗い場いますがクロスを送ってきます。外には内田、クロスはまだ送れないか。また坪井と戻して、ダニーロ仕掛ける、ダニーロに汗がついていた、戻して大きく前には長井一人、青木戻る、青木が戻した、長井まだ追いかける、曽我畑、長井を追う、曽我畑、そして山田、曽我畑選手はお互いにでもこうプレッシャーかかってもそんなこうミスパスという感じもありません。そうですね、慌ててクリアはしませんしね、まあ、しっかりつなげるところはつなぐというね、はい、やはりこう技術の高い両チームですから、まあ、こういったところからやっぱり少しずつ展開をしていくという形ですね、はい、ですからその、まあ、お互いのプレッシャーの掛け合いの中、先ほど本田さんに言われた野沢であり、そして小野伸二でありがどうチームを落ち着けていくか。もゲームに復帰して今日はそれこそ自身も言ってますがフル出場を目指すという本山、さらにマルキーニョス、ここはさあ小野、笛が鳴りました。今はファールが中吾にありました。中吾も大卒3年目、今年はチームのまた中心になってきています。全てのゲームに出場しています。この新次からのパス、コンテには繋がりません。マルキーノス、野沢がうまくパス、そして本山、さあチャンスになるか、本山パスを出してマルキーノスか、しかしトゥーリオ間に入って続きに最後はボールが当たります。一瞬のこの中盤でのこう速い、まあ、パスからのゴール前へという攻めは鹿島アントラーズ2度目。長井が右から仕掛けるか、洗い場とマッチアップ、長井戻した、阿部の手前で今山沢、洗い場のキックです。ちょっとハイボールが中途半端に上がっている、ファールのホイッスル、トゥーリオと今マルキーニョスがジャンプして競り合いました。その前にオフサイドですね。オフサイドですか、はい、戻ってきたところでどうやらオフサイド。まあ、これだけでも前半30も2分になりますが、お互いに主導権を握れない状況が続いています。まあ、それだけ非常にレベルの高い中盤の、まあ、攻防です。中盤からディフェンスへかけての攻防、トゥーリオから小野伸二、小野が途中からまた左へ回っている感じか。
小野伸二、この長いに遅れまい、内田がディフェンスブロックしています。しかしコーナーキックです。今日前半1本目のレッズはコーナーキック、セットプレーフリーキックありましたがコーナー初。ほとんどトゥービを目がけていますが、早い仕掛けをするのか、野沢がスローイン、ボールの位置に戻されました。今のスローイングも早くやりたかったんですけども、 それ以上にレッズがまた早くあるんですね、攻守切り替えですね、もう自分のポジションにしっかりつくと、本当に両チームとも隙がありませんね。なんといっても先ほどスローインはあっとボールを持ってポンテ、ポンテから長いへ、その手前で山沢、しかしまだ拾う、ポンテから内田、キーパー曽田、ガチガチの試合になっています。中後から本山、なかなか互いを崩せません。中後、洗い場へ送ります。コオロキがその前に走っています。洗い場その後ろを回り込むようにして野沢拓也、野沢からこれは今戻っていった長谷部です。コーナーキック、残りあと10分です。アントラーズは初のコーナーキック、岩政も上がってきました。接触プレーは大丈夫か、岩政が飛ぶ、その後ろへ続き青木、またの間抜けない、堀の内、さらに鈴木へと戻します。堀の内、そのまま最終的にはまたアントラーズボールです。前半は残り10分、本山、さあ左サイド空いてますよ、左が大きなスペースがある、そこに野沢が走っていく、その野沢へ、野沢どうする、あっと倒れた、笛はありません。ただコーナーキックになっています。今は左サイド大きなスペース、そこを使って野沢が行こうとしました。そして山田信久をカートそうとしたところで倒れましたが、結局笛はならず、ただその後コーナーキックになっています。キッカー野沢、また岩政が飛び込んでいきました。もう一度コーナーキック、立て続けにこの時間3本です。いや先ほどからいいボールが入ってますね、本当こういうコーナーキックは紙一重ですから、本当数ミリでですね、ゴールかゴールじゃないか決まりますので、今度は遠目、そのままラインを割ってしまいました。遠く近く遠くという感じでコーナーキックを蹴ってきました野沢です。中国がこの野沢が戻ってくる前はずっと蹴っていましたが、この野沢が復帰してから蹴っています。最初聞いた話では野沢行くと、いや中国に蹴らせますと言ってましたが、結果やはり野沢がずっと蹴っているという形です。先日の清水戦、拾ったのはポンテです。ポンテの後ろから山田、クロスが入った、ヘディングで小野から長谷部、今日はミドルシュートが何本かあります。戻して鈴木啓太、さらにトゥーリオへ、坪井、鈴木啓太、そして長谷部、ポンテ、ポンテに山沢、狭いところはトゥーリオ来たが、最後青木のクリア。いいカバーリングしましたよ、今のは。今の通ってたら1点ですからね。トゥーリオがうまく飛び込んでいましたね。そうですね、ここのシーンです。よくコースを読んでました、さ
さあまたポンテ左にいる小野、中には永井がいる、浮かせて向こう側に阿部勇樹飛び込んできた、シュート。今は阿部勇樹も中盤から上がってきました。ピッチ解説は本田康人さんですが、本田さん、はい、レッズの方も今中盤の選手がこう絡んできたり結構分厚くなってきましたが、あのこぼれ球よく拾えるようになってますね、今の時間帯っていうのは。ただ本田さん、まだなかなかこう結構こうタイトな試合続いてますね今日ね。お互い集中力高いですね、プレスが早いですまだ、はい、加藤さん、はい、阿部勇樹選手が言ってたんですけれども、今日の試合難しい試合にはなると思いますが、相手がどうこうというよりも自分たちがどうやるかが大事なので頑張りますと言っていました、はい、ジェフ千葉から今シーズンやってきたこの阿部勇樹、先日の ACU の中国に行った時は浦和の代表選手として地元のテレビ局から取材を受けていました。それだけもうチームの象徴的な存在になりつつあるというような感じです。中ラインからのキックになりますが、さあ前半も残りあと6分、山田も先日 J 通算350試合出場、史上最年少で達成しました。パスカットに行った元山でしたが、ただその後まだレッズボール、トゥーリオからのボール、長い戻してポンテ、ポンテシュート、左今ちょうどですね、永井選手がスペースを見つけてそこに飛び出して、まあ、キープしたところ2列目からだったんですけども、若干ボールにですねミートしなかったですね最後、そうですね、アントラーズサイドからすると少しその永井が今あのスペース、まあ、ちょっと空けるような状況になってしまいました。山さん手前で本山、しかし中盤お互いにどちらが奪うかという展開、そんな中ここは坪井、内田、しかしここは阿部、小野伸二、さらには長い小野伸二、さあ真ん中から阿部が走っていったが、その手前山さん、ダニーロ、マルキーニョス、ちょっとターフ大きかった、堀之内がすかずその後入ってきました。やはりアントラーズの方はマルキーニョス選手とですね、コオロギ選手どちらかがやはり高い位置でボールをキープして、で2列目の押し上げを待つという形をもう少し作れないとですね、攻撃にやっぱり厚みがなくなりますね、はい、先日の清水戦はそういったものが特に前半のいい時間帯はありました。序盤のマルキーのスコーロキ、ちょっとこうよく見えていた時間帯から今消えてきました。ポンテ下がってボールを取りに行きました。そしてトゥーリオです。トゥーリオ山田の後ろに送ります。鈴木啓太、トゥーリオがボールを持っていきます。そして長谷部、3人のプレッシャー、しかし難なく回します。山田信久、山田から大きくサイドで展開し、そしてトゥーリオが上がってもう待っていましたが、トゥーリオはよく今日攻撃の方にも参加してまいります。そうですね、彼の持ち味ですし、まあ、今日はやはりこう前線にワシントン選手がいないので、そういう部分ではちょっと高さに欠けるのでですね、はい、まあ、どんどん積極的に攻撃するのもいいかもしれませんね。ダニーロからアライバへ送ります。ゴール前にはマルキーニョスとコール決まっています。今はちょっと足が変わるのか、早いリスタートから長谷部、すぐ横には鈴木啓太がいますが、長谷部一度ボールを落ち着けます。そして山田、トゥーリオ、レッズの時間帯になってきています。まあ、ボールを持つ時間がなくなってきました。前で長い、その後ろでクリアになったのは中古ですか、青木ですね、失礼しました。
残り前半はあと2分となっています。今日は晴れ、気温は18度という中で行われていますこの柏サッカースタジアムの真っ赤に染まった中の対決です。ロングボール、ヘディングしたのは阿部勇樹、さらにはスッケーと、山中のボールはこれはアントラーズボールに変わります。洗い場からマルキン、いやコロキ、コロキ、そして内田、内田からコロキ、コロキにプレッシャー、トゥーリオン、あーボールを今度失った、中国がボールを失ってボールを持ってのポンテ、ポンテから左に長井が走っています。さらに真ん中に小野伸二、ゴール前行く、長井、長井、長井にクロス、パンチングで今曽我がコース変えた。最後は野澤拓也、いや、いい位置で奪って早いカウンターだったんですけども、やっぱりゴール前にですね、今小野伸二選手一人だけだったんですよ、はい、そういう部分でですね、本当にピンポイントに合わないとゴールになりませんので、ああいうところをレッズがですね、もう1枚、2枚、やっぱりその辺がやっぱり絡んでこれるとですね、やっぱりもっと選択肢が増えるんじゃないかなと思いますよね、はい、今日は解説は J リーグ100年構想メッセンジャーの城庄司、ピッチからは本田康人さんの解説でお楽しみいただいています。鈴木啓太、すぐ前に長谷部、ポンテが受けに来ますが、長谷部のボールは内田当たっています。ただまた長谷部から右のスペース、山田走り込んでいく、ゴール前分厚い4人いる、山田クロス、ニアにヘディングしに行ったか、永井が今頭をちょっとこう低い姿勢にしましたが、ただコーナーキックです。加藤さん、はい、前半のアディショナルタイム1分です。はい、わずか1分、この終盤の時間帯、浦和レッズがボールを持つ時間、さらに攻撃する時間も多くなってきました。シュートは小野、ポンテからのキック、リフレクションしてボールが戻ってきました。もう残り時間はほとんどありません。すでにアディショナルタイム、まもなく1分です。曽我田の長いキック、マルキーニョスの後ろでジャンパー、トゥーリオ、ほとんど競り勝っています。しかしここで野澤か、またその後やはりレッツがボールを制する感じ、軍が上がっていく、山田信久、中央、中央がここはよくディフェンスしました。ただここで今長いホイッスルで前半終了という形です。ジョーさん、はい、前半の印象を一言。そうですね、やはりこう立ち上がりから両チームともですね、激しいプレッシャーでやっぱりなかなか隙を見せなかった、まあその中でもアントラーズの方はですね、立ち上がりにやっぱりビッグチャンスを掴んで、そこでちょっと決めきれなかったので、そのあたりからですね、だんだんと王者の風格、浦和レッズがしっかりとボール、セカンドボールを拾って厚みのある攻撃をだんだん仕掛けてきたという形で、はい、少しですね、やっぱりこうかなり高い位置で鹿島アントラーズはプレッシャーに行ったので、まあ、そういうところではちょっと疲れが最後見えてきたのかなと、まあ、後半もう一度ですね、どういう戦いをしてくるのか楽しみですけども、はい、そしてピッチ解説の本田さんからも一言いただけますか。そうですね、ジョーさん言った通り、やはりアントラーズはであの立ち上がりはすごく、ね、いいプレースをしたんですが、なかなかあのこぼれ球を拾えなくてきて、レッツに攻め込まれるシーンが後半15分ぐらいありましたね。後半のポイントというのも後ほどお二人にお伺いしていきたいと思います。アントラーズはこのホーム立ち上がり良かったんですが、徐々にレッズに攻め込まれる形で、終了という前半です。第8節です、鹿島アントラーズ対浦和レッズ、前半終わりました、0対0同点でこれからハーフタイムに入ります。2連勝中の鹿島アントラーズ、今日は4位の浦和レッズを迎えての一戦、気持ちが今日はお互いぶつかり合っている前半でした。
0対0、 J1 発節、アントラーズにとっては一つ上位の足がかり、レッズは連敗をしている場合ではありません。さあ後半が始まりました。また後半開始と同時に紙吹雪がアントラーズサイドからサポーター席から待っています。交代選手なく後半が始まっています。最終ライントゥーリオン、トゥーリオンキックがちょっと横に、これは山田が取ります。山田がそのまま長いボール前に収めるような格好になりましたが、ポンテ今ファールだったか、ポンテそしてサイドを送っていきます。つぼいです。後半は左から右に浦和レッズです。アウェー浦和レッズは今シーズンはアートコア狙っていく、マルキーニョスキーパー出てくる鈴木、あーマルキーノス取った、マルキーノス取れた、チャンスがある、ゴール前には1人ヨルヨチが行くか、マルキーノスビッグチャンスでありました。こういったですね、本当にこう集中力がちょっと切れたですねプレー、こういうのは本当ビッグチャンスになりますので、やっぱり立ち上がりですから気をつけなきゃいけないですね、はい、ここでトゥーリオが取れず、まあ、鈴木が出てきたわけですけども、マルキーノス狙っていました。よく、ね、狙ってましたね。そうですね、ただ最後角度がちょっとなかった分助かったか。決定機を外しました。ほっとした浦和レッズ、レッズは今シーズンアウェーのゲーム実は1勝2分け、特に新潟戦大分戦終盤に追いつかれて引き分けという、まあ、悔しい引き分けもありました。ザワイを置いてからコルキ心臓、今シーズンの初食べコルキ、そしてマルキーノス、ボールには倒れましたがまだマルキーノス、ゴール前にアルザワも行っていますが、一旦上でプレーが止まっています。早いリスタート、モテアを見せたマルキーノス、マルキーノスシュート、鳥の内に当たってゴールラインはありますがコーナーキックです。今アントラーズは、ね、本当にこう集中力保ってますよね、はい、そしてこう裏をかいて早いリスタート、まあ、その時ちょっと浦和レッズはです、ね、ボールを見てなかったので、はい、まあ、これとやっぱり先ほどのプレーもありましたから、こういう部分ではちょっと集中力がちょっと若干切れているのかなという形ですね、はい、レッズの立ち上がり、やや不安な部分もあります。アントラーズそこをつけるか、こぼれたが最後は鈴木がしっかりと抑えました。岩政をやはり狙ったボール、また後半この辺り紙吹雪が待っていますが、一旦ハーフタイムの間にカガリンが、まあ、送電になって紙吹雪を取りましたが、また後半開始と同時にアントラーズのサポーター席から紙吹雪が舞いました。競り合いから野沢取りに行く、ボールはアントラーズボールです。まずはアントラーズの方が後半入りからチャンスを作っています。逆にレッズは不用意なプレーがちょっと2回ほどありました。スローインを入れます。野沢から新井、長いボール、ちょっとこれはトゥーリオのところに行ってしまいました。もう一度野沢、中盤でまたファールがあったアントラーズボール、中央が一度下げます。センターバック今日フェースガードの岩政、そして内田篤人、野沢です。野沢が今日は中盤ちょっと低い位置から攻撃を司います。野沢から新井場、新井場近くはダニーロがいますが、新井場今度は後ろに野沢、その野沢にスイッチしました。野沢からダニーロへ、ゴール前にはマルキーノス待っていますがなかなかそこへ渡らない。中央一度右へを使って内田です。さらに本山です。前にはマルキーノス走っています。まだ本山、センター野沢、あっと今はピッチを芝生を叩いて悔しかった野沢。さあここから早いですよ、ポンテ、ポンテから斜めに長い後ろ、またポンテスイッチするのか、ポンテゴール前に入っていくの阿部、ニアに阿部が飛び込んできました。加速が当た、今の一連の動きはジョーさんいかがでしたか。そうですね、やはりこうポンテ選手、永井選手非常にバランスがいいですから、そういう部分でのこうパスワークからの崩しですね、はい、それで阿部選手がですね、やはり
もう本当に長い距離を走ってですね、ニアサイド空いてるところ入ってきましたね、まあ、若干ボールはずれましたけども、はい、まあ、こういう攻撃は望ましいですね。新井場のインターセプトからつながって本山、そしてもう一度新井場マルキーノスカリアに飛び込むな。最後は今フーリオのサッシュシュート、頭を抱えたのは野沢のシュートです。その前にトゥーリオアワヤオインゴールという感じ。今ね、新井場選手のクロスですね、これがものすごいゴールキーパーとディフェンダーの間に速いボールで入ったんですよ、はい、まあ、それでですね、まあ、トゥーリオ選手が触らなきゃいけなかったので、アワヤオインゴールかといったところですけども、はい、まあ、その後のですね、野沢選手の前に小野木選手がちょっとボールをね、シュート打てなかったので、まあ、そういうところでちょっともったいないなっていう気がしますね、はい、さあまたサイドボールマルキーノスで送ります。うん、追いつかなかったか。ボールはレッツボールに変わります。加藤さん、はい、今の一連のプレーでオリベイラ監督ですね、分かった、いいプレーだったと拍手をしまして、その後でとにかく気持ちを切り替えろと鼓舞をしていました。ピッチ解説の本田さんはまずこの後半どのように見ますか。今すごくチャンスの時間帯ですよね、この時間でやっぱり一つ欲しいでしょうね、アントラーズ側は、はい、この時間で本田さん取れないとですね、はい、また流れが一気に変わってしまう可能性がありますよね。いや、今の流れはアントラーズなんでここ一つ欲しいですね、山田がボールを入れます。長いタッチからこれがミスになった。マルキーノス前にコールで走る。マルキーノス、なんとここは今なんとかディフェンスが長い、自らのミスをもう一度防ぎに行ったんですが、今の阿部が行ったんですがファウルになっています。阿部がその後危険を察知してもう一度飛び込んでいきましたが、これがファウルになりました。ミスから一瞬ヒヤッとした、まあ、後半立ち上がりややミスが多い浦和レッズ。さあフリーキック野沢です。一番遠いサイドに山下がいます。そして近いところにはゴール前にはマルキーニョス、さらに長身ダニーロもいます。ゴールに向かってくるボールを蹴りますよ、いいキック持ち味野沢いや正面で続きキャッチ。ファンタジスタ野沢、中国と今ポンテ、ちょっと空中戦のような格好で大丈夫でしょうか。まあ、ポジション争いをした時にですね、まあ、お互いちょっとぶつかってしまいましたので、はい、まあ、大丈夫だと思いますね、なおここでお伝えしておきますが、今日は前半でイエローカードはアントラーズの新井場、あとレッツの鈴木瑛太にも出ているという情報です。スタートを仕掛けます。山田が一旦戻します。そしてトゥーリオ、加藤さん、はい、ここで両チームの監督からのハーフタイムコメント入ってきましたのでお伝えします、はい、まずアントラーズオリベイラ監督です。両サイドの裏のスペースをうまく使って攻めよう。ボールは飛び込もうとするか。これは今体を張ってトゥーリオがコースを防ぎました。どうぞ続けてください、はい、守備はコンパクトに保つことと指示しています、はい、対しましてレッズのオジェク監督です。前半は戦術的にもいいゲームができたし、シュートも多く打てていた。後半も前半と同じように集中して戦っていこうと指示しています、はい、さあ今度は山田の内里アライバですが、アライバが足を出しました。ジョーさん今の指示ですけれども、はい、そうですね、まあ、しっかりと役立てに振りましてね、やっぱりこう大きな展開ですね、まあ、それがやっぱりこう今落ち着きを取り戻せる時間だと思いますので、なるべくやっぱり自分たちのボールにするということですよね、はい、ダニーのバックヒール、そして青木へ、青木から長いフィールボールです。これはトゥーリオン、しかしこれを拾った野沢、さらに本山からのパスだ。マルキーノス、マルキーノスと競争する堀之内、堀之内最後は怪我をしてしまったような感じですが、ただなんとかこのマルキーノス出ようというところを必死に戻って塞ぎました堀之内聡。
や今このでも一発のボールで一気にチャンスをつかもうとしましたアントラーズ。蹴った後ちょっとこう急ブレーキがかかるようになってしまいました。そうですね、その後にマルキノス選手の足がちょっと、ね、当たったみたいですね。オルガーオジェク監督2度目の浦和の指揮。まだハイボール上がっています。ダニーロ、ダニーロ収められるか。後ろで長谷部、さらに長い落とすポンテ、ポンテから甘く小野伸二、まだハーフラインを超えたばかりです。ゴール前に長いが走っていきます。小野伸二、ただここは内田、内田戻しますが曽我畑、坪井、これを拾いに行った本山ですが、ポンテ、ポンテからまた鈴木啓太、長い、鈴木啓太が横を走っていく。その鈴木啓太にボールが出る。鈴木啓太ゴール前長い割っている。鈴木啓太クロスを外側に送る。外側に山田伸久、山田マイナスボール、クリーンシュート、決まった。ロブソン・ポンテ、ポンテがペナルティーがないフリーで最後はシュート。レッツが先制点です。いや素晴らしいゴールですよ。今のは両サイドを使ってディフェンダー陣を左右に振ってですね、最後こう山田選手のボールですね、これが全てですよ、はい、左右揺さぶって最後この山田、マイナスのボールをちょうど中央空いていたポンテ、先制点をレッツ上げました。から山田選手ワンタッチパスですよね、しかも本当にこう右足で蹴りやすいボール、はい、柔らかいボールを送りましたね。いやあの揺さぶりは見事でしたね、はい、先制点はアウェーのレッツに入りました。ポンテ今シーズン2ゴール目。逆に先制を許したアントラーズですが、本田さん、はい、アントラーズとしてはちょっとこう今は振られた格好になりました。そうですね、いい時間帯で取れなかったところに我慢させてしまった、でピンチですよね。しかも揺さぶられていい形で、ボールウォッチャーになってしまいましたね最後。痛い時間帯の失点になりました。トゥーリオのキックが長谷部一旦当てて、すごい、ここは長い取りに来ました。そしてポンテです。アントラーズのプレッシャーの前にレッツが先にボールを回します。そして山田の伸久、先ほどはいいクロス、山田、青木、拾って野沢、なんとかアントラーズとしても中盤からまた落ち着けたい。いい時間帯が後半開始早々ありました。中後の長いキック、これ前線コオロキ、こぼれたボールは続きです。山田の伸久にボールが当たっています。浦和レッズです、まあ、アントラーズとしてはですね、やはりこう気持ちを切り替えてですね、先ほどまでアントラーズはベースでしたから、もう一度やっぱりセカンドボールをしっかり拾って、で厚みのある攻撃、はい、早くやっぱり自分たちのリズムをもう一度取り戻したいですよね、その意味でも、まあ、中盤の選手野沢あるいは中央あたりの働きが重要になってきますが、今は中古のボールキープ、その右横に野沢がいます。中古から長いボール、長いパス、前線へのパスを持ち味の中央ですが、そのままラインを割ってしまいました。今日が8試合目のスタメン、すなわち今シーズンは全てのゲーム出場をしっかりとしている中央。キーパーの鈴木のキック、拾いに行った長い、これを狙って中央ファールで一旦止まっています。そして今度は本山から横パス、洗い場、ちょっと中途半端だったパス、これを奪ったポンテ、ポンテもう一度本山、自分のミスを防ぎに行った。青木、逆サイド一旦送ります。向こう側に内田篤人、内田から、あっと今は野沢へのパスをが通りません。ポンテ拾って小野伸二、小野仕掛けるか、小野チェックに行った野沢、一旦戻します。
鈴木啓太ミドル、完全にもう今裏のペースですよね、そういう部分ではアントラーズはちょっと若干もったいない部分がありまして、やはりこう自分たちの自陣でのミス、まあ、ちょっとしたパスミスですね、まあ、そこからやっぱり流れが変わってしまうので、そういうところをしっかりとですね、確実にやっていくことが必要ですね、加藤さん、アントラーズベンチ選手が呼ばれました、フォワード9番田代選手です。あ、怪我から復帰の田代が呼ばれて、まあ、フォワード同士交代になるのか、それとも他の選手を交代になるか、また後ほど高木さんにも伝えてもらいたいと思いますが、今はゲームがまだ流れています。センターバックが青木武史、前のマルキーニョス、収められるか、後ろには骨をついているマルキーニョス、まだ失わない、この辺りキープ力あります。そしてダニーロ、ダニーロ倒れる、あ、笛が鳴っています。阿部がちょっとこう残念があって点を仰ぎましたが、またフリーキックです。2度目今日同じような位置からのフリーキックになります。加藤さん、田代選手なんですが、17番の興梠選手と変わりそうです。興梠、は今日は立ち合いの大きな決定、これを伸ばしていこうはなかなか目立ちませんでした。さあ、その交代の直前にまたチャンス、野沢のキック、先ほどはゴール正面、鈴木がタッチしましたが、いやー、ヘディングそらす、ハイボールがある、ジャンピングこぼれたゴールはダニーロ、押し込むがダメ、クリアした、拾った、打ち出すと、さらに元山、ダニーロ、ダニーロ左足回した、中号クリアした、コオロギです。体ごと飛び込んでいったような感じのコオロギでしたが、交代寸前のところのプレー、必殺が見られましたが、結局プロ J リーグ初ゴールもならないままピッチを後にします。今シーズン初スタメンのコオロギ、ジョーさん、コオロギの今日はいかがでした？そうですね、思い切ったプレーがですね、随所に出てですね、彼らしいプレーだと、あとはですね、やはりこう経験ですね、これからのやっぱり決定機、いろんな部分がありますから、まあ、それはやっぱりこう彼も分かっているでしょうから、ヘディングシュート、ジャンピングしたのは今岩政か、今のもフリーでしたからね、この後にセットプレーのチャンスもアントラーズは生かせる選手は十分揃っています。野沢のキック、岩政、前日のエスパルス戦、試合終了直前に尾骨を骨折しました。あ、イエローカード、鈴木にはなされます。遅延行為ですか？そうですね、遅延行為だと思いますね、先ほどこうキーパーチャージがあったんじゃないかというね、ジェスチャーがありましたので、1対0、浦和レッズ、アウェーの浦和レッズが1点リード。長いボールを蹴っていきます。ポンテ、山田、浦和レッズ、このスタジアムではこの最近のカードは全く負けがありません。2004年の J リーグセカンドステージで対戦して以降、3試合2つの引き分けと1つの勝ち星、非常に今は相性のいいスタジアムと浦和レッズからすればなっています。逆にアントラーズはトータルの対戦成績は浦和に対して、まあ、浦和を凌駕しているんですが、ここ最近はとにかくこの浦和に敗れる、あるいは引き分ける、勝てない試合が続いています。代打挟み込んでいきます。ポンテ、しかしまだ失わないところですが、最後はファールで止まった、中央がどうか、あるいは元山か。そうですね、アントラーズはこう3人がかりで今取りに行きましたよね、ああいうところ少し冷静になってですね、やっぱりファールをしないことですね、それで、まあ、奪ってから早い攻撃、それにつなげたいですね、キッカー元山、失礼、ポンテです。
ア飛び込む、拾うのは長谷部です。モンテ、長谷部が右前、モンテもう一度クロス、長井が足を出しますが、アライバー当たりがクリアしました。やはり浦和のこの猛攻ですね、しっかりと鹿島耐えて、それでなんとか本当に早い時間に自分たちのリズムにしなければですね、はい、なかなかこう難しい試合になってきますよ。モンテ失いません。そして長谷部、小野、山田かわして高井入るか、アライバーしのがなければいけない時間帯。アントラーズ、ポンテクロスボール、ヘディングシュート、こぼれ球、よくついてました。今長井に対してよくディフェンスが入ってきました。後半20分経過です。長井は今日で J1 通算200試合の出場の記念試合、今内田篤人ですか、体を打ったのですね、もう最後までついてきましたね。トゥーリオがこれからセンターサークルボールをキックします。サポーター超満員に割っています。今長谷部にもこれしっかりとついて、ただ最後はコーナーキックになっています。そうですね、浦和はやっぱり中盤の選手がですね、まあやっぱりこう交互にですね長い距離を走ってアントラーズの裏のスペースを狙ってますよね。そういう部分ではマークがつきにくくなりますよね。パンチングしたボールを、これは落ち着いて一旦収めます。田代、さあここから早い攻撃をしたいですね。ダニーロ、ここは中央で阿部勇樹、しかしこぼれたボールは田代、ダニーロ、もう一度阿部だ、まだここは激しい、最後小野伸二ですがファール。リスタートを見せます。もっとアライブからよくパスカット、山田のリスタート、山田上がっていく、ゴール前小野、長井が待っています。一旦ここは山田ゆったりのシャペースになります。ポンテ、ポンテからあと当たってしまった、小野伸二が真ん中行きましたが、小野伸二にちょっと当たってキーパーの元へ。さあここからアントラーズがどう組み立てていくか。長いボール前の田代、田代もあの開幕戦直後練習で怪我をしてからようやく今日復帰という形になりました。ダニーロ戻して、また洗い場右サイド、内田篤人へ、内田持っていく、内田までいく、一貫のゾーンの内田、足でなんとか、すごい対代表対決の感じですが、すごい戻して谷の内、長谷、そして前で長いという甘さですが引っ張ってしまいました。でもね、うまい体の使い方をしましたよ、長井選手は。具体的に言うとどういう形なんですか。そうですね、しっかりと半身になってやっぱり腕を使いながらですね、相手の遠いところでキープをする、はい、まあ、そうするとやはりディフェンスはなかなか取れないですからね、そういう部分では、まあ、裏にすり抜けるチャンスもありますから、はい、やはりファールで止めるしかないと、まあ、本当に細かいところですけども、やはりしっかりとね、やっぱり技術が出ますね、はい。鈴木啓太、あっと戻して中途半端になりがちだが、田代の前になんとか坪井戻しました。ただこれが鹿島アントラーズボールに変わっています。ピッチ解説本田さん、はい、アントラーズこう組み立てなんとかこういう形からしたいんですけどもね。そうですね、やっぱマイボールになった時に確実にキープしたいですね、ただこう収まってる印象がないわけですけども。ないですね、もうちょっとやっぱりワイドに使った方がいいかなと思いますね。ワイドに、はい、ちょっとサイドに張る選手が少なくなってきますね、あと野沢選手のはいかがですか。やはり攻撃に対してチャンスがあったらああいう風に上がっていこうと意識してますので、クロスが来た、ヘディングは今阿部勇樹、コーラキックになります。その野沢からのクロスボール、
あとこれ本田さん、野澤選手のセットプレーから結構可能性ありそうですけどもね、はい、あのチャンスだと思いますね、数多くあるんで、いいボールも入ってるんでね、一つ決めたいでしょうね、ゴール前に青木岩政も上がっていきます。いや飛び込むダニーロ、ヘディングで鈴木啓太戻しました。これを拾って本山、あっとボールを奪った、奪って鈴木啓太、ただ奪い返していった本山、後ろから今チャージ鈴木啓太、鈴木啓太と今本山の間、本当に今日はでも奪い合いという言葉がぴったりくるような、お互いがこう奪われたらまた奪い返していくというそんな光景が何度も見られます。新井はこれからキックを行います。形はちょっと今はできませんが、アントラーズセットプレーは多い、ヘディングで落としてマルキノスところは通らないが、ただこれまた拾った野沢、野沢から今はこれ内田へ、本山、本山からノートゥーリをクリア、やはりアントラーズの方はどうしても足元足元で受ける選手が多いんですね、そういう意味ではやっぱりディフェンスを引き連れて、やはりこう長い動きをする選手が出てこないとなかなかスペース空きませんよね、逆にこの辺り阿部勇樹からパスが回っていくラーレッツ、阿部勇樹、そして小野伸二、ゴール前に長い待っている、さらに右奥には山田もいるが、中に阿部勇樹飛び込んできましたが、ただ小枝もまた拾ってこれを取りに行く、ポンテから奪いに行ったマルキノス、もう一度前に返し行った阿部、激しいプレー、本山がマルキノスチャンスになる、これは分厚いゴールへ、橋戸が行ったが戻ったの堀之内、中もねよく狙ったんですけども、右サイド左サイドもねやっぱりチャンスがあったんですよね、まだ続いています。内田篤人、内田戻して橋戸、内田から一旦野沢、中央野沢、プレッシャーいったのはポンテ、戻して岩政、またアントラーズはリズムが出てきました、アントラーズの時間帯になってくるか、アライバ前にマルキンを走る、トゥーリをかわしてシュート、今センタリングクロスをですね、まあ、狙ったボールだったんですけども、はい、やはりアントラーズはこうワンタッチプレーがやっぱり出てくるといいリズムになってきますよね、まあ、そういう部分ではいい形でどん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 これから攻めていったらいいと思います。本山から野沢、さあこの辺りもタッチが増えてきました、野沢、本山、本山から野沢へもう一度出すが、そういえばああここは小野伸二、そして阿部勇樹、加藤さん、はい、鹿島アントラーズ交代があります、はい、ミッドフィルダー14番増田選手が今ピッチ上準備しています、はい、ダニーロとどうやら交代のようです、まだ準備の最中、流れが途切れるのを待っています。パスカット小野伸二、ポンテ、もったいないですね、やっぱりね、上がっていく長谷部です、ゴール前長井が張っています。ただ列の方はそんな慌てては攻めませんかね、これね、うん、そうですね、しっかりとこうバランスを見ながらですね、攻めてますし、はい、まあ、そういう部分ではやっぱり1点リードしているというねアドバンテージがありますから、はい、山田クロスは入れさせません、アライバコーナーキック、ここのタイミングで交代があるでしょうか、鹿島アントラーズ、これが終わってからみたいですね、あ、終わってからですか、浦和レッズのコーナーキック、後半は2本目、トータル4本目です。キッカーポンテ、浮かした岩政が競り合いました、トゥーリオと岩政、この辺りは激しいやはり競り合いです。このトゥーリオが、まあ、攻守に非常に狙っています。ここで交代です、ダリーロに代わって増田が投入されます。ピッチ解説の本田さん、はい、このダニーロと増田の交代はどんな意図でしょうか。
やはりちょっと疲れを感じているようですね。やはり増田選手というのは、まあ、ボランチももちろん経験ありますけど、はい、魅力はやっぱり攻撃力なので、ね、飛び出していく力もあるので、はい、その辺期待してるんじゃないでしょうか。はい、アントラーズとレッズ、レッズが現在1点リード。ただアントラーズはその増田を投入。なんとか小野伸二かわそうというところですが、青木収めて田代、あと田代すごいな、当たった小野伸二、そして大きく逆サイドへ啓太、こちら側にスペースがありました。山田伸久、山田今日はいいクロスからポンテがゴールを決めています。山田戻して阿部勇樹です。そんなにホットレッズの方はがむしゃらに攻める感じはありません。ここまでリーグ戦は4勝2分け1敗というラーレッズ、逆にアントラーズは2連勝中でありますが2勝3分け2敗、ただここ5試合負けはないという鹿島アントラーズ。岩政狙っている裏貝、しかしここは落ち着いていきたいところだが、今度は鈴木啓太もアタックいきました。中号山沢戻して、ここですごい、やはり鹿島の方は自分たちのボールになかなかできますよ ね、 そ う、 ですね。そういう意味ではちょっと若干足が止まってきている、そういうこう部分があるんですよ ね、 ね。内川さん、本田さん、なかなかこう簡単にやはり奪うことは難しいんでしょう、今日の列に対しては。そうですね、でも奪いに行かないとね、負けてるんで、時間もどんどんなくなってくるんでね、積極的な守備をしてほしいですけどね、ちょっと足が止まってる感ありますね。この辺りのやはり運動量というか疲れの問題なのか、前半は本当お互いにこう五分五分の奪い合いの展開でしたが、飛び出していこうという阿部、そこに今永井一旦収める。今阿部ゴール前待っている状況、10番ポンテ、長谷はまたゴール前に来ました。ポンテ、ポンテかわす、洗いで引っかかる。ポンテ、もう一度いなし、クロスが入ったか、いやシュートか、今ちょっとシュート狙ったかもしれませんね。今日は今シーズンの2ゴール目をポンテが決めました。アントラーズが失点こそまだ1点で食い止めてありますが、攻撃の形がなかなか出来上がってきません。逆にレッツの方はかなり落ち着いて時間を使っていきます。ポンテからスケーター、ちょっと弱いパスですがなんとか通っています。長谷部誠、そして前を向いて小野伸二、小野伸二のシュート、真っ赤に染まったレッツサポーターの中に飛び込んでいきました。やはりレッツの方はですね、まあ、ボールもキープできますけども、まあ、ボランチの鈴木啓太選手、彼に入った時にワンタッチプレーで逆サイドまで展開していくんですね。この速い展開がですね、やはりこうかなり攻撃ができる要素だと思いますね。盛んに今はテクニカルエリアいっぱい出てオリベイラ監督が指示を送りました。まだ鹿島サッカースタジアムでは勝ち星がないという今シーズンのリーグ戦の鹿島アントラーズ。田代も怪我からようやく復帰した選手も多くなってきました。そしてなんといってもお互いのサポーターの今日は後押し、3万6146人が入ったゲーム、この大歓声を身に染みて感じながらアントラーズ野沢、アントラーズにしてみれば先日の大宮戦、ここホーム戦って引き分けて、1人大以上くらいで引き分けて、その後チームのバスが囲まれてしまうという大惨事が起きました。そんなサポーターの気持ちも応えたいというこの久々のホームゲーム、連勝で帰ってきましたが4位レッズ相手に苦戦。またレッズボールフリーコーナーキックです。遠めに蹴った、
ここはダイリも触らず野沢が取りに行きます。さあここからアントラーズ早く攻めたいんですけどもね。前に田代がいます。その前に左サイド増田、アンダー21代表のこの増田、ちょっと遅れる格好で中後へ、中後にアタックに行ったのはトゥーリオ、さらにまた激しくいっているが、ここはなんとかまだキープついている。増田からそして内田がここにいました。さらに野沢、右サイドバックという感じに今荒岩が流れ上行っています。荒岩クロス、角度当たって変わってすごい、もう一度荒岩の元へ。荒岩には永井もプレッシャーかけてきますがまだキープ。本山正志、逆サイドへボール、こちらに内田、今左右左右のサイドバック入れ替わって内田が仕掛ける。内田クロスボール狙った、クロスバーのわずかに上、今ね本当に欲しいシーンですけども、やはり今みたいな内田選手みたいにですね、両サイドがやっぱりどんどん仕掛けることですね、まずやっぱりトライをする、そうするとやはりなかなかこう浦和レッズもですね、はい、守備はしにくくなりますし、やはり1対1のところでですねどんどん勝負してもらいたいと思います。今日は当日券が全部売り切れて、前売り券が、完売となったゲーム、ちなみに過去これまで前売り券が完売となったこの鹿島サッカースタジアムでアントラーズは負けたことはありません。マルキーノスへのパス、プレートラップを抑えまし、シュート、今の動き出しは最高だったんですけどもね、コントロールまで良かったんですけども、振り向きながらやっぱりこうシュートを打つという難しさですね、やはり野沢からのパスでした。野沢からこういったパスで先日も柳が得点を決めていました鹿島アントラーズ。今のシュートで流れを変えたいですね、さあ後半なんとかまた攻撃を戻している、取り戻している鹿島アントラーズ。一旦かわして洗い場、マルキーノス、その上でトゥーリオです。とにかくトゥーリオとマルキーノスと競り合い、ロングボールほとんどトゥーリオが競り勝つ形。マルキーノス足を入れてうまく奪い取りに行きましたのは阿部です。あっとこれがまた小野伸二、小野伸二ゴール前には長いだけ、一旦センターに送ってポンテからもう一度小野伸二へ、小野の後ろハソヤ走っていった。一旦内田がゲームを切ります。ポンテ盛んにくっついていくのは野沢です。野沢にポンテ、しかし小野伸二、小野伸二からポンテへタッチ、渡れば面白いプレーだったんですが、加藤さん、はい、アントラーズベンチ3人目が呼ばれました。フォワード34番佐々木選手です。はい、フォワードの佐々木隆太がリーグ戦初出場なるかどうか、点を取りに行こうという完全交代になってまいります。さあその前に本山がチャンスを作っていく。本山アットからの板の阿部流れています。まだ右サイドチャンスですね。シュートを、ね、選択したんですけど、右サイドでフリーになってたんですけど、でもシュートで終わることは、フィニッシュで終わることは大事ですね、はい、本田さん、はい、だんだんと何かこう後半残り10分ですけどもね、チャンスを作りそうな形になってきました。アントラス、今みたいにパスを早く回して、外からで、先ほどジョーさんも言いましたけど、はい、やっぱりどんどん仕掛けていくことですね、サイドの高い位置にポジションしたときは、はい、そして今はあと1人最後の交代をこれから行おうという鹿島アントラーズ。浦和レッズも交代があるようです、はい、岡野がどうやらお前というようですね。浦和レッズ、そうですね、フォワード30番の岡野選手が控えています、はい、レッズの交代は今日初めてになりますが、まだ入ってありません。お互いにアントラーズもレッズもフォワードを入れ替える間もなく跳ね返しました。ここは岩政から中後から右サイド動き出していくのは内田です。
その手前でスルーして内田へというところだったようですが、本山ただこの内田がまだ弾き切っていませんでした。スローインは浦和レッズボール。まだ交代は、ここで今佐々木が入ってきました。19歳の佐々木龍太は J リーグ J1 は初出場、これまでナビスコカップでは2試合ほど途中出場の経験がありますが、リーグ戦は初出場。本山と交代です。本山もなんとかあとはチームのメンバーに託すというようなそんな表情で交代。一方浦和レッズはベテランの岡野を永井と変えます。岡野はこれまで途中出場で3試合すべてわずか1分だけの出場ですが、今日また終盤からの登場になりました。永井も今日は何度かチャンスを作りましたが、ベテランの岡野34歳で交代。岩政残りあと4分、ヘディングで落としたマルキーニョス、最後は長谷部クリア。まだボールは岩政、青木からバーって洗い場へ。そして青木取りに来たのは増田です。大体増田は中盤真ん中辺に位置して先ほどからプレーをしています。そして変わっていた佐々木が左サイドの方に今います。そしてちょっと佐々木も前の池という指示に今オリベラ監督が遅れている感じです。トゥーリオン、お互いこのボールを競り合って取りに行くのは岡野。さあ岡野です。岡野まだ衰えを知らない岡野、岡野対青木、岡野が仕掛けていきます。一度戻して本店ゴール前向こう側に小野伸二がいますが、一度下げて鈴木啓太です。さらにサイド、ここは長谷部うまく取って小野伸二、長谷部、小野、ゴール前岡野が待っています。その前にポンテ、ポンテから長谷部、長谷部からポンテ、この辺りパスが通るが、最後体を入れていった中郷、長いボールを送る、ただまだ前にはつながらないアントラーズ。残りあと3分です。アントラーズはもうはっきりした攻撃をしなければいけませんね。やはりこうディフェンスラインで回す時間がまだ長いので、まあ、そういうところではもう早くやっぱりボールをゴール前に持っていくと、はい、いうことが必要ですね。拾ったアライバ、アライバからセンターへ送った、増田が一度右へ振った、内田、正解ですよ。内田どうする、中へクロス、佐々木をめがけたボールでしたが跳ね返されてスローインです。加藤さん、はい、レッズ交代のようです、はい、19番の内田選手が入ります、はい、交代する選手ですがミッドフィルダーの22番阿部選手です、はい、レッズとしてはここでやっぱり守りを固めますね。阿部勇樹に代わって内田がここのタイミングに入ります。残り時間もあとわずか、アントラーズは連勝ストップになってしまうのか、そしてまたホームでまたしてもこのレッズに敗れるのか。バックヘッド、ヘディングは中央、こぼれたボールにマルキーノス懸命に行く、ゴールキックに変わっています。つけて取り戻して帰ってきたこのホームのアントラーズ、中央右サイドを中心に上がっていく、スペースを上がっていく、内田ゴール前へ出しと入っていく、マルキーノスも行く、内田さあチャンスか、クロスが入った、通り越してこれは増田、まだチャンスがある、一旦のコーナーキックを選択という形になりました。さあこのセットプレーでなんとか状況を打開したいという鹿島アントラーズ。
キッカー野澤。岩政はファーサイドペナルティーアークの当たりです。遠めに蹴ってきた。覚えたボール、もう一度コーナーになります。今度スローインですね。あ、スローインですか、はい、あ、失礼しました。青木がこれから入れます。ロングスローありますからね、このセッターセカンドボールを狙いたいですね、はい、うん、ヘディングでクリアったのは小野伸二。ただこれを拾いに行って中後からセンターに青木。お互い今メインスタンドから見て左右お互いのサポーターが声がこだましています。加藤さん、はい、後半のアディショナルタイム3分です。はい、3分前飛び出していった佐々木クロスを送らない。よくストップしました。今のは鈴木啓太。内田まだ繋がった。増田からボーラー増田また今度鈴木啓太にやられた。大きくクリアしました。ちょうどこちら側のゴール裏からレッドサポーターが逃げ切れというようなそんな声援、逆にアントラーズの方からは何とか追いつけという声援です。ゴール前に入っていく。内田がいる、折り返した、クリアする。トゥーリオ、まだ内田。レッツの選手交代が間もなくまたあるようです。時間をかけようという交代。逆に岡野がボールをキープ、向こうが出たわけの小野伸二。岡野のシュート、久々の裏レッツのシュートがありましたが、もう今はアディショナルタイム、長いキックを曽我畑、時間がありません。鹿島アントラーズ懸命に行く。田代その前で坪井です。あ、今坪井と田代のマッチアップは福岡大学の先輩後輩対決。ロスタイム、アディショナルタイムは3分です。加藤さん、はい、レッツ交代があるようです、はい、ここで交代になります、10番ポンテ選手に代わって、はい、フォワード15番エスクベロ選手が入ります、はい、後半11分ポンテのゴールでゴールが入った浦和レッズ、それをしっかり途中から守ってこのエスクベロが入ります。今シーズンリーグ初出場。アディショナルタイムは2分経過。山田選手もいますからね、ゴール前。こぼえ球に行く、もう押し戻して、ここは増田近しと、またスローインです。あと残り30秒長所です。田代が行った、いや激しい競り合い、坪井と田代、中後落とせるか、中後、そしてありません。オフサイドラックが上がった、オフサイドラックが上がっている。打てませんでした。もうギリギリだと思いますけどね、これももう際どいところでした。今は岩政、レッツボールのフリーキックになりますが、もうこれでアディショナルタイムの3分台に入っています。ポンテの値接近ゴール、レッツはまたしてもこの鹿島スタジアムで勝利目前、連敗を阻止できそうです。逆にアントラーズは連勝ストップ。ここで試合終了に進む。スタンドの右半分が沸きました。レッツ連敗はしません。アントラーズに勝ちました。逆にアントラーズは健闘むらしく、アントラーズは超える連勝ストップ、さらに上位進出の足がかりとなる勝ち点3を得ることができませんでした。浦和レッズがポンテの1ゴール、ただこの1ゴールに至る過程は見事でした。アントラーズは後半の猛攻、必死の攻めも結局浦和レッズの守りにやられました。0対1、今シーズン初めての赤の激突、結局0対1で浦和レッズが勝っています。
ジョーさん、はい、レッツがなんとか最後は逃げ切った格好になりましたけれども、そうですね、やはりこうしっかりとバランスが最後まで崩れなかったレッツ、そして、まあ、アントラーズの猛攻を、ね、最後しのいだので、まあ、やはりですね、王者は連敗をしないなと、まあ、本当風格を見せてもらった試合だと思いますね。とりわけあの得点シーンは見事でしたね。素晴らしいですね、両サイド振ってダイレクトプレーがワンタッチプレーが続きましたんでね、はい、まあ、そういうところでは素晴らしいゴールでしたね。これからジョーさんにはピッチサイドに置いていただいて両監督のインタビューをしていただきます、はい、さあそしてピッチ解説の本田さん、本田さんは聞こえてますかね。はい、アントラーサイドからすると、はい、後半は猛攻は何度か仕掛けた部分もありましたけれども、あと一歩及びませんでした。そうですね、やはりチャンスに決められなかったっていうのが今日はちょっと痛かったでしょうね、やっぱりチャンス何度となくありましたんで、はい、なんといっても、ま、点取られる前の後半最初も非常に良かったリズムありましたからね。そうですね、そのいいリズムの中でやっぱり1点欲しかったでしょうね、鹿島アントラーズはこれで久々のこのリーグ戦は敗戦です。まあ、2連勝ということもやはりクローズアップされていましたが、その前も引き分けが3試合続いていました。しかし6試合ぶり、3月11日ぶりの敗戦ということになりました。一旦アントラーズいい状況に、チーム状況もここ最近1週間なりつつありましたが、一旦このレッズの前にその流れを止められるという結果になりました。アントラーズサポーターはちょっとこう疲れ切ったような表情で、まあ、応援に疲れ切った表情でこの選手たちを今迎えました。野沢復帰戦、この鹿島サッカースタジアムホームでの復帰戦を野沢は成し遂げることができませんでした。さあ、まもなくヒーローインタビューが始まります。浦和レッズポンテ選手にお話を伺います。完封勝利となりましたが、試合の感想を聞かせてください。ganhamos de 1-0, né? Como é que você viu o jogo de hoje? Acho que o time se apresentou bem, a gente lutou do começo ao final do jogo. E hoje foi acho que um dos melhores jogos nossos fora de casa no campeonato. E a equipe está de parabéns pela luta e pelo desempenho de campo hoje. Matheus, então, tem que ir. Sai, chocar, sai, vamos lá. Aquele mesmo time, eu gambatei, tá? Mas, a gente, né? Quando uma campeã na chai, chicai, na ilha de, e até, né? Mas, a ilha de cátel, né? Eu quero tomar uma.アジアチャンピオンズリーグの遠征があったりとハードスケジュールの中での試合だったんですが、コンディションはいかがでしたか。Fomos jogando fora, né? Jogos seguidos aí, como é que tá a condição, né? Nossa condição para ultimamente. O desgaste é pouco grande. A gente tá jogando a Ásia, Champions League, campeonato japonês, mas tem que se superar se quiser chegar ao nosso objetivo, que são os títulos. A gente tem que se superar e procurar fazer o melhor dentro de campo.って優勝を狙っているチームですから、まあ、こういう連戦もあるし、アワイの試合もあるし、やっぱりそれはもう乗り越えてね、ベストを尽くして頑張っていかないといけないと思います。ゴールは左右を使っての見事な攻撃だったんですが、ゴールシーンを振り返っていただけますか。A bela jogada no gol ali, né? Usamos dois lados aí. Como é que você pode reproduzir a jogada mais uma vez? Só lembro que o Yama pegou a bola na linha de fundo, olhou para trás, cruzou rasteiro Eu estava sozinho no meio da área e bati no canto, no contrapé do goleiro. Fui feliz em fazer o gol. E como eu disse, esse gol é do time todo. Do Washington também, que não pôde vir. Que ele faz muita falta pra gente, a gente sabe disso. E espero no próximo jogo também contar com ele, que a ajuda dele é fundamental pra nossa equipe. Mas acho que não tocou nenhum gol, vou entender isso. O Yamaga, né? O Yamaga ganhou o gol, mas ainda não tem mais. E o Kipa, o Mite.でキーパーも逆疲れて、まあ、ちゃんとサイド狙って点取ったんですけども、まあ、みんなよく頑張ったし周りの、ね、仲間のサポートもあったし、まあ、ワシントンも今日試合やってないんですけども、まあ、彼のサポートもあったしやっぱり、いた方がやっぱり力になるのでまた今度はまた一緒に頑張りたいと思います。次節もアウェーゲームとなりますが抱負がありましたら聞かせてください。私もジョグインダフォーラね、コメントセンターベンドジョグジョグインカーズクジェフのねホームですよね、ジェフ戦。ジェフ、ガーザ。まあ、やっぱりね、サポーターいつも応援してくれてるので、彼たちのためにも頑張りたいと思います。どうもありがとうございました。今日は
解説として J リーグ100年構想メッセンジャー城彰二さん、そしてピッチ解説はおなじみアントラーズの魂本田康人さんとともにお伝えしてまいりました。城さん、本田さん、今日も長い間どうもありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ本田さん、次節アントラーズね、はい、期待したいですね。期待しましょう。はい、ということで城さん、本田さんの解説でお送りしました。それでは県立鹿島サッカースタジアムからお別れします。さようなら。